皆さんこんにちは、柳井ゆめなです。はい、本日はなんか毎回こんなことやってる気がするパトリコ半オートキャンプ場に来ておりまーす。イエーイ、ヤッホーヤッホーやっとですね、念願のキャンプができるということで、本日はソロキャンなんですけど、一人でねちょっといろいろ挑戦も兼ねていろいろやっていきたいなと思います。それでは早速中にちょっと入っていきたいと思います。イエーイ、夢なの夢。うわ、すごいたくさん並んでます、キャンプグッズが。うわー、これだわ、これだ。ゆるキャンでドラマの撮影の時にこういうとこ来ましたよ、私も前。うわ、これだ、これこれこれ。ちょっと端っこから見ていきますか。ランタンスタンドとか、あ、ランタンライトですね、この辺は。うわー、すごい、なんかこうちゃんと並んでるとテンション上がりますね。ここから使うものを選んでいきたいと思います。これがテントマット、下に敷くマットですね。この上にテントを立てるみたいな。これが寝るやつだ、お布団、寝袋ですね、いわゆる。こんな感じで、もうみんなドラマの時とか撮影の時これにみんな入れるのが必死で、こうやってみんなパンツして入れてましたテーブル、これがガス2バーナー、ガス、あ、そう、これがガスですね。で、ボールグリル、あ、これグリル、丸い形のやつですね。こっちがガスで、こっちがグリル。これが網かな。で、これが重要なテント。重い、これがテントです。ふっ、みんなテントを立てる練習をしました、ゆるキャンの時は。みんなでやってみてって言って何回か組み立てて畳んで、組み立てて畳んでっていうのをやってました。椅子も大事ですからね、椅子もないと。これテントにもすごい種類たくさんあって、こういう形のスクリーンタープっていう、こっちがすごい雨の時とかでも大丈夫そうな、ここの入り口が一つのテントですね。これは、これもテーブルで、これテントマット、これもマット、これは屋根かな、屋根と、この形、これまさに、これはまさにあれですよ、ゆるキャン、ゆるキャンみんなでゆるキャン、この形ですね、ザ・テントみたいな。いやー、楽しみだ、なんかワクワクしてきた。こっちは、あ、食器で、これが焼くとこですね。これでバーベキューしたり、バーベキュー用の木炭。あ、これゆるキャン見てくださった方はわかると思うんですけど、大垣がこうやって運んでましたね。私も運んだんですけど、これで火を燃やして使うやつです。こんな感じでちょっと選んで早速テント組み立てていきたいと思います。ワクワク。はい、ということでこちらに道具を揃えました。テント、テーブル、これがバーベキューするコンロで、これが椅子です。でも早速これが一人のセットみたいな感じで準備したので組み立てていきたいと思います。はい、スタート。多分りんちゃんのテントの形だと思うんですよ、ドラマっていう。まずは広げます。次はここを三角にするように、このフレームを使ってシャキーン、シャキーンこんな感じで、この形は初めてかもしれないぞ。こうなる感じですね、これが上らしいです。これを、だから刺す。穴はどこだ。うわ、虫。ここに刺すのかな。ちょっと待って、穴が見つからない。ああ、はいはいはい。なるほど。こういうことです。これで周りを打っていきます。これを刺すときは
チをいろんなとこに刺してここだっていうとこにグッってやるんですよ。そう学びました。よっしゃー、もうちょいもうちょい。次はこのゴムのところがあるんですけど、これを次は止めていきます。さあ釘で、入り口がここだからここに合わせます。いいぞいいぞ。すごい今更だけど YouTube あるある、こういう作業の時は絶対早送りされる何倍もかかってるけど、その努力がいいですよね YouTube って。この角っていうところが内側の方がこっちだと抜けちゃう可能性があるのでっていうのも学びましたゆるキャンで。入り口こっちになっちゃったカメラのこと考えずに申し訳ございません。ここが入り口です。じゃーんすごいなんかパツオってなってるパツブヨってなってるけど難しいね、やっぱり慣れれば2回目はきっとうまくできると思います。すごい、でも1人でできました。はい、私が建てたテントです。こちらがここ入り口ですね。ちょっと回ります。こんな感じ、全体ぐるーっと。結構釘打つところが多いですね。綺麗な三角、ゆるキャンの三角。こんな感じ、後ろがあって、はい、一周してきました。中が、ちょっと入ります。よいしょ。なんかこんな感じです。上が天井こんな感じ。イエーイ。この棒を立てるのでまず悩んじゃったんですけど、なんとかできましたね。雨の日でも大丈夫な作りになってますはい。いや、こんな結構広かったらちゃんと一人で全然余裕で寝れますよね。はい、立てられました。なんとか一人で、イエーイ。いやー、この三角バージョン、三角バージョンというか、このこういう形のは初めて一人でやったんですけど、まあできるもんですね。なんとか頑張れば。ちょっと形はいびつなところはありますけど、なんとかできました。よかった。時間はちょっとかかっちゃいましたけど、なんとかできました。なんか愛着湧きますね、自分一人で立てられる。あー、お家だ、ここがお家だみたいな、秘密基地だみたいな感じがします。うん、この紐がちょっと分かんなかったけど、まあ、こんな感じでいいんでしょうか。全然なんかキャンプをやられる方がいらっしゃいましたら、ちょっとダメ出しがありましたら教えてくださいここはこうしないとダメだとか、順番が全然違うとかあったら教えてくださいコツとか。立てれましたということで今日は終わりたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画をぜひ見てください。バイバーイ。わー、チャンネル登録よろしくお願いします。